厚生労働省がまとめた人口統計の概況によると、現在がんと診断された人の数は世界でおよそ1250万人となり、ますます増加していくことが予想されています。ちょっとお父さん、日本人のトイレに持ってった新聞、ご飯の時広げないでって言ったでしょ。疾患がうるさいよ。ごちそうさま。脳血管疾患がうるさいなんて言ったって、私だってこんなこと言いたくないわよ。残りが肺炎。お願いします。出しちゃったね。はい、結構です。次の方どうぞ。何あのおじさん、超テンション下がんだけど。嫌な感じ、ね、ここ記入漏れですけどね。すいません。これで記入漏れって神様も反対してるのかもね。じゃあやめるか。やっぱりそうした方がいいと思ってるんでしょ。思ってないよ。お前がグダグダ言うからだな。あの、はい、出すなら早く出してください。窓口閉めるんで。出さないなら閉めますけど。出します。お、ペン。まあこんなもんだよな、俺の人生が。なるほど。それがあなたの今なんだ。誰だ。未来なんてどう？ウェルカム。なんだお前は。ナビです。未来を見せることができます。未来、まあなんとなく想像はつくと思いますが。退屈で夢も希望もないんだろうな。果たしてそうでしょうかね。え、もしかしてヒーローになってるとか。見ますか未来。医療関係のニュースです。人類の悲願、がんの特効薬がついに開発されました。開発者松田博士の会見は本日午後行われる予定です。がんの原因は細胞遺伝子 DNA の異常、変異による細胞の増殖異常と言われています。この増殖を止め、多くの命を救うための。ごちそうさま。長きにわたる研究がついに実を結びました。おはようございます。おはようございます。皆さんもご存知でしょうが、佐藤さんが本日定年退職されます。どうぞ前へ。失礼します。42年間お疲れ様でした。あれ、どうも。何か一言お願いします。今までありがとうございました。あ、それから皆さん、庶務課からトイレはきれいに使うように連絡がありましたので、よろしくお願いします。以上。はい、はい、こんなもんだよな、俺の人生。お山見せた。やった。
大丈夫？混んじゃったね。よいしょ。泣かなかったね。えらいえらい。だってヒーローになるんだもん。世界を救うんだ。すごいね。ヒーローか。なりたかったな。世界が待ち望んでいた偉業を日本人が成し遂げたのです。それでは世界を救ったヒーロー、ガンの特効薬を発明した若き天才松田博士のインタビューです。この薬が開発されたのは様々な偶然と奇跡があったからだと私は思うんです。奇跡ですか？博士の実力ですよ。いえ、私が生まれたこと自体が奇跡みたいなもんですから。どういうことですか？私の両親は婚姻届を出しに行った市役所で喧嘩して結婚をやめようと思ったそうです。でも窓口の方に止められて無事に結婚することができました。もしその方がいなかったら私は生まれてなかったかもしれません。あの時両親にこのペンを貸してくださった市役所の方にも感謝してるんです。この場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。では開発のポイントを聞かせてください。人への病原の、あの時のこれで中の遺伝子を破壊して作ったウイルス、そっか、中の免疫系は通常のウイルスが侵入者と勘違いして活性化し抗がん剤の動きが良くなるというシステムを応用したものです。大腸がんを移植したマウスに投与したところ約7割のマウスでがん細胞の、あなたも奇跡の一員だったんですね。え？もうお分かりですよね。未来は今の延長にあるもの。未来を作るのは今のあなたです。はい、結構です。あの末永くお幸せに。ありがとうございます。